水素の同位体。水素 H、標準原子量1.008には天然に H、H 及び H の3つの同位体がある。その他には非常に不安定な各種 H から H が実験室で合成されているが天然には全く存在しない。水素は今日ではその同位体に特別な名前が使われている唯一の元素である。 放射線の研究の初期には放射性同位体に様々な名前が与えられてきた。しかし、そのような名前は今日では滅多に使われない。元素記号 D と T、H と H の代替が重水素と見栄水素に対して用いられることがある。IUPAC はこれらの記号を慣用として記載しているが推奨はしていない。H は 自然界に最も多く存在する水素の同位体で、その存在度は99%以上である。この同位体は、重水素や三重水素などと対比して、しばしば軽水素と呼ばれる。原子核が、陽子、プロトン一つのみで構成されていることから、プロチウムとも呼ばれるが、この名前は滅多に使用されない。H は、水素のもう一つの安定同位体であり、重水素、デューテリウム、 デューテリウムという名前で知られている。重水素の原子核は一つの陽子と一つの中性子からなる。地球上での重水素の存在比は0.0026、0.0184%、モル分率、または原子分率である。小さい方の数字は、水素ガスをサンプルとした場合であり、大きい方の数字は、海水の数字である。重水素は放射性ではない。 また猛毒ではないものの、水として多量に摂取すると代謝に不具合を生じる。分子中に、重水素を多量に含む水は、重水と呼ばれる。重水素と、その化合物は、非放射性の同位体標識として、化学実験に使われるほか、HNMR 分析の溶媒にも用いられる。重水は中性子の原則剤や原子炉の冷却水として用いられる。重水素は、 商業用核融合の燃料としても期待されている。H は、見栄水素、トリチウム、トリチウムという名前で知られ、原子核中に一つの陽子と二つの中性子を有する。放射性同一体であり、半減期12.32年で、β 崩壊を起こしヘリウム酸を生成する。自然界にも少量の見栄水素が存在するが、これは、宇宙船と大気の相互作用によるものである。 三重水素は各実験によっても放出される。三重水素は熱核融合兵器、同位体地球化学のトレーサー、自己発光装置のエネルギー源などに使われる。三重水素はかつては化学や生物学の実験で放射性標識として使われていた、今では使われることは稀になっている。DT 核融合では三重水素と重水素が主な反応物として使われる。H は 非常に不安定な水素の放射性同位体である。核は一つの陽子と三つの中性子からなる。水素4は、三重水素に高速の超陽子を衝突させることで合成された。この実験では、三重水素の核が高速超陽子の中性子を捕まえている。水素4の存在は放出された陽子から推測された。 水素4の原子量は4.02781プラスマイナス0.00011である。水素4は半減期10秒で中性子放出によって崩壊する。H は非常に不安定な水素の放射性同位体である。核は一つの陽子と四つの中性子からなる。水素5は2001年にロシア、日本、フランスの科学者のチームによって 理科学研究所の RIBM 科学研究室最初に合成された。高速の h e を h に照射し、衝突時に放出される用紙2つのエネルギーと放出角度を観測することで、水素子が生成していることが推測された。放出用紙の検出には、RIBM サイクロトロンのターゲットの後方に、設置された何層もの検出器を有する装置、理検テレスコープが使われている。 2002年には別のチームが、見重水素に、見重水素を衝突させる方法でも合成に成功している。この実験では、衝突時に放出される用紙一つから水素5の存在が推測された。水素5は少なくとも、半減期9 1 0秒で2つの中性子放出を起こし崩壊する。H は、半減期30秒で3つの中性子放出を起こし、崩壊する。 水素6の原子核は1つの陽子と5つの中性子からなる。H の核は1つの陽子と6つの中性子からなる。水素7は2003年にロシア、日本、フランスの科学者チームによって理科学研究所の RIBM 科学研究室で最初に合成された。合成は H のターゲットに高速の HE を衝突させることで行われた。 衝突時に放出される陽子2個が、利権テレスコープによって検出され、残りの陽子1個と中性子6個が H を形成していることが推測れた。その後他のグループにより、HE ビームを C に照射して、H を観測したという報告、BE や B 核に、パイ中間子を反応させて、H を観測したという報告がなされている。ポジトロニウムは、陽電子、電子の 半粒子で静電化を持つと電子からなる一種原子である。対消滅により二つかそれ以上のガンマ粒子に崩壊する。ミューオニウムは静ミューオンと電子からなる一種原子であり、記号ミュまたは E で表記される。ミュー粒子の寿命に S の間にミューオニウムは塩化ミューオニウムやナトリウムミューオニドといった化合物を作ることができる。 半水素は陽電子と半陽子からなる原子であり、水素の半物質である。記号は H と通常の H に半物質であることを示す線を上に引く。半水素の同位体として H の他に半重水素と半未水素がそれぞれ合成されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。